それならあんちゃんの態度次第だな。まあ、俺のしもべになるんなら黙っててやってもいいぜ。だって、カイト君。マジかよ。言うなよ。とんでもない目ってなんだよ。やっべえ、こいつやっべえやつだ。はい、そこまでそこまで。純平くん、カイト君はこの通り狂犬よ。カイト君はうちの学園で一番強くて誰も歯向かえない、そういう不良なの。もしカイト君の機嫌を損ねると、純平君が大変な目に遭っちゃうかもしれない。ふざけんな、俺はまだ何もしてねえぞ。うん、分かってるよ。でも世の中にはね、ただ知るだけで身に危険が及ぶ事実っていうのがあるの。残念だけど、このままじゃ純平くんは言えない。とてもじゃないけどこの先は言えない。なんだよ、怖えだろ。どうなるんだよ。本当に聞きたいの？後悔しても知らないよ。やっぱいい。なあ姉ちゃん、俺はどうしたらいいの？私にダンディライオンのことは誰にも言わないって約束して。そしたら私がカイト君を説得してあげる。するする、約束する。よし、契約成立ね。それじゃあ純平くん、約束よ。おお、任せとけ。俺は一度した約束はきちんと守る男だぜ。うん、かっこいいね。これで俺は安全だよな。よ、あんちゃんをダンディーライオンと見込んでお願いがあるんだけどさ、次のプレゼントは漫画にしてくれよ。いやー、いっつも俺の役に立たないもんばっかだからさ、たまには俺のために何かしてくれてもいいんだぜ。やらねえよ。50冊って毎日1冊やっても終わらねえよ。おう、余裕だぜ。だからやらねえって。学校以外で勉強するわけねえだろ。とにかく漫画だよ、漫画。
これでもよかったのに。ねえ、別に私は用事があってカイト君を呼んだわけじゃないの。普通に遊ぼうってだけなんだから。私とデートしたいんだ。やっぱりあの時のカイト君なんだね。その答えは自分で出してほしいな。一緒に行きたいところがあるの。